はい、それではトイック1の講義を始めたいと思いますね。まず第1項はイントロダクションですけど、イントロになりますが、まあ、トイックって一体どんなテストなのかっていうのをね、知っていかなければいけないので、そこを解説していこうかなと思いますね。ではまず、トイックがどんな試験なのかっていうのを知らないといけないので、そこを説明したいと思いますね。さあ、まずトイックってね、聞いたことあるかもしれないんですが、何の略だか知ってますか？これトーイックっていうわけなんですが、知ってますこれ。T がテストですね、これね。Test of です、これ of ですね。Test of English for International Communication ですね。International Communication ですが、国際コミュニケーションのための英語のテストっていう意味です。だからコミュニケーションの能力を測るテストだと思ってください。まあ、ビジネス英語の試験だとですね、結構勘違いしてる人が多いんですけど、ビジネス英語、まあビジネスの内容は出てきます。出てくるけれども、そこまでビジネスしてるわけではなく、ビジネスというよりはオフィスとかですね、会社のオフィス内でコミュニケーションを取ることができるかとか、お店に行ってお客さんと店員さんのコミュニケーションですね、こういったものができるかみたいな、そういうところを聞く試験だと思ってください。なんで、すごく難しいですね。専門用語とかね、ビジネスの場面で出てくる専門用語的なものはほぼほぼ出てきませんので、ただやっぱり高校までで習うものとはちょっと違う単語っていうのや表現っていうのが出てくるのは間違いないので、その辺のことも学んでいかなければいけません。じゃあこの TOEIC 試験が一体どんなものなのかっていうんですが、まず TOEIC ですね、2つのセクションに分かれていますね。 Listening と Reading になりますね。このそれぞれのセクションに何パートあって、それぞれのパートに何問あるか、あとは1セット何問っていうのが出てきますから、1つのセットに何問ずつありますみたいなのもありますので、そこも正確にやってください。全体でこのパートに何問ありますだけじゃなくて、このパートにはこういう問題、1つの文章に何問ついてますとかですね、1つのリスニングに何問ついてます。はい、それではですね、行ってみたいと思います。はい、リスニング何パートありますか？そうですね、4つありますね。 Part 1 と Part 2Part 3, 4っていう形で、4つのパートに分かれています。さあ、それぞれ何問あるか知ってますか？パート1が6問ですね、はい、パート1が6、パート2が、あ、はい、25、パート3が39で、パート4が30ですね。これで合計いくつになりますか？そうですね、100問になりますね。100問だっていうのは知っといてほしいんですが、これだけではちょっと困ってしまうわけなんですね。で、それがさっき言ったように、一つのリスニングに何問ね、問題があるかとか、その辺をちゃんと知っておかなきゃいけないわけですが、まずパート1ですね。はい、どういうパートですか？これ写真描写問題ってやつですね。写真があって、それに関して4つの選択肢が流れて、写真を適切に描写しているものはどれでしょうっていうやつです。で、パート2っていうのは、まあ、応答問題と言われるやつで、誰かが何か言って、それに対して返答が返ってきて、それの正しい返答はどれかってやつです。で、パート3と4が長いやつなんですね。で、パート3っていうのが会話、パート4が一人の人が喋るっていうパターンなんですが、こいつらセットに分かれてますね。これですね、1問の1つの会話、まあ長い会話が流れて、それに対して1会話に何問ついてるか知ってますか？設問が。はい。1つに対して3問です。1セットに3問ついてる。ね、セットって書けばよかったね、はい。3問ついています。何セットあるんですか？会話がいくつあることになります？ 1 セットに3問ということは、これを3で割ればいいから。そう、13セットですね。だから13個も聞かなきゃいけないんですよ。大変ですよ。長いやつを13個も聞くってね、かなり辛いです。で、次パート4ですね、一人の人が喋るって言ったやつですが、これも1セット3問あります。ということは何セットあります？そう、10セットですね。はい、大丈夫ですね、割り算できますね。大丈夫ですね、これ筆算やらなくて大丈夫ですね。30を
3で割ると1、0とかってやらなくていいですね。はい、できると思いますが、はい、という感じになるわけなんですが、はい、ここで知っておいてほしいのは、そうなんですよ。これを知っておくと何がいいかっていうと、試験やってる時にですね、自分が今どこのあたりにいるかっていうのがわかるわけですよ。じゃあ続いて、リーディングいきますよ。リーディングセクションは、はい、何パートありました？そうですね、パート5、パート6、パート7っていうのがあったと思います。はい、パート5何問ありましたか？そうですね、30問ですね。はい、パート6は、はい、パート6は16問ですね。で、これも先ほどと同じように何セットあったかっていうのをちゃんと知らなきゃいけません。パート5っていうのは一文に空所があってそれを埋めていく形式ですね。30問あるってことはその一文の空所補充が30個あるわけです。それに対してですね、パート6は文章ですね。文章があって、その中で穴埋めをしていきます。で、一つの文章に一体いくつ空欄があるかを知らなきゃいけません。さあ、一文章に空欄は、はい、4つです。はい、一文章、一セットあたりに4つのような感じですね。七文章に対して4問です。ということは何文章ありますか？文章の数が。そういうことですね。はい、16÷4は4ですね。だから文章が4つで、そこに4つの設問があるっていう感じになります。じゃあ次、パート7はどうなります？はい、パート7は何問で何セットか、シングルパッセージっていうのとダブルパッセージ、トリプルパッセージがあるマルティプルパッセージっていうので分かります。 SPMP っていうのに分かりますね。スペシャルマジックポイントじゃないですよ、はい、SP と MP っていうのがあって、それぞれ何問だか知ってますか？こちらが29問で、こっちが25問になります。で、ここはですね、詳しく見ていかなきゃいけないので、ここをもうちょっと詳しく見ますね。この文章が非常に多いの。まあ、読解問題と言われるやつがすごく長いわけですね。まあ、もう足してわかるじゃないですか。54問あるわけですね。合計すると、そうそう、こっちも100問ですね。だから両方とも100問なんですよ。リスニングも100問、リーディングも100問、合計200問あるっていうですね、地獄のテストになりますね。こんな長い試験受けたことないっていう人が、まあすごく多いやつですね。人生で初めてこんな長い試験受けましたっていうことがよくある試験になっています。はい、それではですね、ここを詳しく見ていきますね。パート7のシングルパッセージ、文章が1文章ってやつです。文章が1つだけのものっていうのが何セットあるか、まず知らなきゃいけません。1文章に対して、設問が2問ついてるやつと3問ついてるやつ、そして4問ついてるやつがあります。はい、3つのパターンがあります。で、それぞれ何セットあるか、何文章あるかってことですね。はい、2問付きの問題がいくつあるか、2問付きが4つあります。つまり4文章です。で、3問付きが3セット。そして4問付きが3セット。3文章あるわけですね。はい、ということで、合計10文章あるわけです。10個あるわけですね。こういう形になってます。そう、シングルパッセージってですね、こういった形になっているわけなんですね。はい、だから、まあ、10文章読まなきゃいけない。それ10個ですよ。辛いですね。10個読むというのは。非常に、次がこれですね、マルティプルパッセージと言われるやつです。はい、これを説明していきますね。これは皆さんが今まで勉強してきた一つの文書に何かで読解があって、それで問題がついてるっていうやつではなくて、複数の文書になってるので、で、ダブルパッセージとトリプルパッセージっていうのに分かれます。またですね、ややこしいですね。ダブルパッセージ、文書が2つってことです。ダブルなので。そしてトリプルパッセージ、文書が3つあるやつです。はい、で、それぞれのまた問題数ですねを知らなきゃいけないんですが、両方ともですね、全部5問付きです。はい、まあ5問あってめんどくさいですね。この5問付き、5問付きで、これが何セットあるかですね。またこのダブルパッセージは2つ、まあ、つまり合計すると10ですね。で、トリプルパッセージは文書が3つあるんですよ。もうやだよね。文書が3つあるやつが、それが3セットあります。なんで合計15問になりますね。はい、これがトイックの全体像です。自分が今ね、どの辺にいるのかっていうのはこれでわかるわけなんですよ。で、まあ終わらせようとする人は全然ありません。この最後までですね、トリプルパッセージなんか全く終わんないって人もたくさんいます。
ただ自分が今どの程度の問題を解いてるんだっていうのは知っておいてください。続いてですね、制限時間の方に行きたいと思いますね。時間配分です。TOEICって時間どれだけかかるテストだか知ってますか？知らないですか？はい、2時間のテストになりますね。2時間のテストになるわけなんですが、この2時間のテストのうちのリスニングとリーディングに分かれてて、リスニングっていうのはもう勝手に流れちゃいますよね。で、何分ぐらい動かしてますか？45分です、リスニングは。まあ46分のことだったり47分のこともあるんですけど、だいたい46分です。で、それに対してリーディングの方は、はい、だから2時間だからどうします？そう、75分ですね。で、75分でリーディングは自分でペース決められますよね。リスニングは勝手に流れちゃうからペース配分とかもないですけども、リーディングっていうのは自分でペースをコントロールすることができますので、その75分間をどう当てるかを考えなきゃいけないです。全体像の中から決めていかなきゃいけません。どういった時間配分をしていけばいいのかっていうのを説明しますね。パート5っていうのはですね、先ほど言いましたけども、一文です。一文に空欄があって、そこに埋めていくやつ。まあ文法問題って思う人も多いんですけど、まあ文法だけではないんですけど、1問平均してだいたい20秒ぐらいで解くっていうのが理想的です。1問20秒ってことはどれぐらいだか分かりますか？このパート30問あるわけですよ。30×20 は600、600秒は10分、10分間でなるべくこのパート5を解かなければいけません。続いてパート6ですけども、これはですね、だいたい1問につき30秒あたりで1問につき30秒ぐらいで解くといいっていうふうに言われますね。まあ30秒かかんない問題もあるし、30秒以上かかってしまう問題もあると思いますね。こっちは一文なのに対して、こっち文章なんで複数あるわけですよ、文が。なんで、あと文脈も使ったりしなきゃいけないんで、やっぱりこのパート5でも時間がかかるって言います。それでもただ平均して、平均ですよ、全部必ずこれぴったりじゃなきゃいけないってわけじゃないんですけど、はい、30秒ぐらいで解いてほしい。はい、だから30秒で16問ですから、はい、4問つき4セットで、はい、16問ですから、はい、16問で、こう一生懸命ですね、計算16分かける、60して、それを30秒で割るじゃなくて、これ 0.5 かければいいですから、はい、0.5 かけると8分ですね。はい、8分間で解けばいいわけです。で、そうすると2つ合わせて18分ですね。で、18分間これをやって、残りの時間みんな読解なんですよ、これね。文章をずっと読んでなきゃいけないですよ。めっちゃ大変じゃないですか、ね、だって75分中の約20分ぐらいしかこっちないわけですよ。で、残りの、ね、75分の20分でいたら55分ですね。1時間近くはずっと読んでなきゃいけないんですよ。非常に大変。しかもパート6も読まなきゃいけないから、もう読んでる時間が非常に長い。もうめちゃくちゃ読むテストであるっていうのを知っといてください。厄介ですね。じゃあこっちのパート7なんですが、だいたい1つに対して1分ぐらいが理想と言われてます。あくまで理想ですね。ほとんどの人はこれを可能かって言われたらなかなか難しいと思いますね。で、もうここに全て時間書いてありますから、これですね、はい、だから29分の25分なわけですね。まあ、これでやると75分はギリいかないみたいな感じになるはずですね。で、実際のところじゃあどんな感じになるかっていうと、まあ無理です。こんな風に解くことはまずできないですね。ほとんどの人が終わりません。TOEICっていうのはまず終わらないものだと思ってください。終わらせなきゃって思う必要はありません。